どうも皆さんこんにちは。敬語とタメ口の使い分けがまだ難しいよくみです。この間の会議でも、仲間に平気で敬語使っちゃったり、主さんにはタメ口で語ってしまったし、日本語って難しいですねー。今回は、無印チャンネルを見てきた人ならわかると思いますが、鉄道模型を走らせに行きつつ撮影もする、そんな内容になっています。ちょっとあの方から借りたんですよ。もちろん許可をもらっています。そして今回は、前回の結果を反映していきます。表示のスタイルとしては、こんな感じになりますよ。地図はどこかに表示されますよ。それでハマエブレはこの辺りにしておき、本編スタートです。よろしくお願いします。それではいつも通り、毎度恒例の郡山駅からです。まずは8000系で大和西大寺駅に行きます。やっぱり近鉄は、8000系が多いですよね。はい到着。普通電車の尼崎行きに乗車します。外国急行が先着するみたいですが、ヒストリートレインで鶴橋駅まで乗ります。小雨の中トンネルに突っ込んで、一気に駅で特急の退避をして、河内へは駅でアーバンライナーネクストとすれ違いまして、鶴橋駅に到着、降車と同時に乗車するお客様でごった返し、ホームをチェンジして、JR 大阪環状線の323系に乗車して、天王寺駅に向かいます。天王寺駅に到着です。シグナルは青のようで、あれシグナルだっけ。アベノハルカスにレッツゴー。ボタンでした。アベノハルカス線に到着です。今回レンタルしたのは9番線。走行にそれほど支障はありませんでした。発想がおかしい選定をしましたが、それはまた別の話。その後に道筋線で動物園前へ行き、堺筋線で恵比寿町駅まで行きました。しばらくしていると阪急にも出会いました。大阪メトロのフェスティバルをスルーして、ボタンでした。大阪日本橋線に到着です。地上1番線をレンタルしましたが、1500円って、高すぎませんか？値段は高いですが、その分広さもとても横長くてびっくりしました。よく見るとジョイントに工夫がなされているみたいです。乗降時にジョイント案がすごくはっきりとしていたのはこういうことなんですね。乗ってきたのに先生をこのレイアウトでとことん走らせたいと思います。いやはや、とても楽しい1時間でした。まあ1500円は高いけど南海難波駅に向かいます。到着しました南海難波駅。南の方向に行ったつもり、8分発の空港急行、こちらの南海線系で、新州タウン駅まで南下します。あ、南下という意味ですよ。LCD って言うんでしたよね。南海線も進化していますよね。南波駅を発車、車庫横目に、阪海線の下をくぐりまして、水の鉄道線との乗り換え駅、貝塚駅に停車中の、新州タウン駅、到着です。海が近いのか、風がすごく強かったです。高速道路もたくさんでした。南海特急ラピート号と出会い、関空快速に乗車、一つ先の姫野駅に行きます。南海線と交差します。はい、姫野駅に到着。踏切の近くで撮影。何やら極東な遮断機。そして天王寺駅に向かいます。座席は確保できなかったです。黒潮の通過待ちをしていの、225系天国の車庫を通り過ぎていの、二松園駅を過ぎたあたりで分岐、天王寺駅に2度目の到着です。お隣の201系で JR 線の難波駅に行きます。今宮駅に停車しての、JR 難波駅に到着です。近鉄、阪神、大阪難波駅まで移動します。田原元線100周年記念のあの列車が、奈良線の普通運用を担当していましたが、快速急行で大和西大寺駅まで突っ走ります。大和西大寺駅に到着です。乗り換えで、橿原神宮前行きの普通電車に乗車します。無事、帰還いたしました。お疲れ様でした。本編はこれで終了ですが、これだと面白みがないですよね。なので少しおまけを設けておりますので、このまま見ていただければ幸いです。あれは10月14日のことです。田原元線100周年記念ツアーに、実はこっそり参加していました。切符もしっかりと購入しておりますよ。で、そのおまけというのが、田原元線と橿原線をつなぐ山岳線、仙岳線、あれどっちだっけ？まあどちらでもいいんですが、その時に少しだけ全面展望を撮影しましたので、その様子をご覧いただこうと思います。ちなみに左右にも、同じく全面展望を眺めておられる方がおり、吸盤を使っての撮影をしている人も見かけましたよ。あとは、記念のあれを記録できたことくらいですかね。総合言っていると、田原元線と分岐して、橿原線に入線します。この展望、実は主は何度か見てきたみたいですよ。何気にこういうイベントに出没するタイプなのかもしれませんね。そして当日、車内はすごく賑やかで、時々笑い声も聞こえるぐらいの楽しさが伝わってきました。さて、橿原線に入りました。それで破局版も見てみましょう。こちらは大和西大寺から戻ってきて、西田原元駅に入線する様子です。後方展望も悪くないでしょう？あ、
現在乗車している車両は、簡単に言うと緑一色ってやつです。田原元線は現在は3両編成で運行されていますが、赤列車のように、稀に奈良線や京都線などの路線にも出没しているみたいですよ。その時は別の8400系と繋がって走るのが大半のようです。さて、田原元線への入線にあたり、まずは隣の線路に入ります。こんなシーン、車内から見ることはそう滅多にはないですよね。結構撮影者さんも多く見かけました。いろんなところで貸し切り列車を気取っていたみたいですよ。中には行くのが難しそうな場所にまで行く人もいました。さて、今回のご案内はここまでとさせていただきます。最後までご視聴していただきありがとうございました。